隊陣笠隊の助けにござりまする。夏にござりまする。本日は名古屋城侍忍者賞へとようこそお越しくださりました。さあ、侍忍者賞を始めてまいる前に、今一度皆様方に我々からお願い事でござりまする。周りに小さなお子様や小さなお子様お連れの親御さんいらっしゃいましたら、ご家族ごと前の見やすいところへと出してあげてくださりませ。そして今立ってご覧の方々、できるだけ前から順番に座ってご覧いただきますようにお願いいたします。座っていただく際にはあちらの青い箱の中に無料貸し出しの敷物もござります。係の方が配っておられますので、欲しいよーって言って手を挙げたら渡してくださりまする。ぜひともね、こちらの方もまだ空いておりまする。ぜひとも座って多くの方がご覧いただけますようにご協力お願いいたします。そしてもう一つでございますね。今日とても日差しが強くて、今傘をさしてご覧の方が多く見受けられまする。後ろの方や横の方にご注意いただきまして、地の風が強く吹いてまいったりした時には申し訳ございませんが、一度閉じていただきまして、周りの方にご配慮いただきますようによろしくお願いいたします。さあ、それでは侍忍者ショー始めてまいりまするが、まず演舞をご披露くださいますのは徳川家康様と服部半蔵忍者隊の皆様でございます。あ、これより徳川家康様と服部半蔵忍者隊の皆様がご登場なされまする、はい、この方々はあの徳川家康様を支えた伝説の忍び衆にござりまする。その皆様方が本日こちらでものすごい忍術を披露していただきまする。そしてその後には我ら名古屋おもてなし武将隊の演舞でござりまする。戦国の世を駆け抜けた勇猛果敢な武将様方の演舞、しかとその目に焼き付けていってくださりませ。それでは名古屋城侍忍者ショー、始まり始まり、拍手。損はさせん。主君、徳川家康様のお命は我らが守ります。無事を連れせねば。今こそ伊賀者甲賀者の力が必要じゃ。忍びの者たちよ、わし服部半蔵に力を貸してくれぬか。はっ、承知。総勢約300名集いし忍びたちと共に、この命にかけて家康様を守り抜く。さあ、こたびここに集まりし皆の者、我らに力を送ってくれぬか。わしが聖のと申した後、おおと天高く拳を突き上げるのじゃ。それでは参るぞ。せーの、あー、まだまだ、せーの、あー、
存じは皆様のはっ八平日がたまるとともに行くぞ。おお、家康様、無事ご帰還じゃ。忍びの者たち、霊王坊主、我らは家康様に仕えしぞ。天聖によみがえっては服部半蔵忍者隊として愛知、院長盛り上げようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産神君伊賀越え、こうして徳川家康様をお助けした功績により服部半蔵正成様は鳴海伊賀州の統領に任命なされました。鳴海、愛知県は名古屋市緑区にある地名にございます。我ら忍びは400年前実際にこの鳴海の地におったのですが、故に愛知県は武将様のふるさとでもあり、我ら忍びが実際におったということもぜひとも覚えて帰ってくださいませ。さあ、我ら忍びにとり最も重要な任務、それは情報を収集し伝えるということにござりました。現世によみがえっては敵方の情報ではなく愛知の良きところ、その情報を収集し何発信してまいります。はゆえにどうぞ我らのご応援よろしゅうお願いいたす。では、一部のモノボール発令後にて We came back to promote tourism of Samurai hometown 愛知 prefecture From now, we will show you superhuman ninja arts. Don't miss it. さあ、これよりは忍術披露の時間じゃ。いやさあ、この度は誰がいたすのじゃ。拙者三平行かせていただいてもよろしいですか。はい、わかった。お主は何をいたす。は、拙者はですが、この度インドのが持ってくれておる巻物に見えるものを障害に見立て、それを飛び越えるという跳躍術を見せていこうかなと思います。なるほどな。では、早速準備いたすのじゃ。かしこまりました。さあ、では三平殿、は、まずはどのくらいの高さにいたすと。そうですな、このくらい、このぐらいで行ってみまするか。かしこまった。上にもう現在座っておる方々の上を飛び越えるぐらいですな。あ、なるほど、このぐらいじゃな。そう、ではご覧いただきましょう。サンペイ殿、お願いいたす。はっ。お見事。サンペイ、わしでもできるぞ。わしでもできる。誠ですか。ああ、ないか。もうちょっと上の。かしこまりました。では、高さをぐぐっと上げてまいりましょう。おお、なるほど。高さが上がるっちゅうことか。ぐぐっとと言ってもな。これくらい行ってみるか。高いな、これでもな。お、チーク上がった。え、高いぞ。あれ、今の着地の反応見たら、不安になったんやけど。高いぞ。高いな。三平のこの胸のあたりじゃな。よりござりますな。小さき横なら軽々と飛び越えてしまうぐらいの丈にござるな。ああ、大丈夫そうか。お客人が心配そうな顔で見ておるわ。ただ拙者もおのずに上げてしまったでな。おお、じゃな。男に二言はない。よし、じゃあ三平、集中いたせ。かしこまりました。天を仰ぐな。さあ、みんな今のうちにからくり機の準備をしておってもええんじゃよ。動画を撮って拡散をいたすのじゃ。さあ、では三平との準備はええか。はっ、お願いいたします。忍法上り流術。はい。
になる。ありがとうございます。一瞬地球の重力がなくなったな。そう見えました。見えたじゃろ、これ。あ、誠ですか。おー、見事じゃ。ではこれからは無重力の術とでも。そうだな、これは面白い。さて、この術は現世ではどのように役に立てるの。やはり皆を驚かすことができまする。そうじゃな。それを故にこういった感じで皆の心をいただき申して、情報をトゥトゥトゥと。なるほど。もらっていこうかなと思っております。お主も忍びよの。ありがとうございます。忍びだな。ありがとうございます。さあ、このような忍びというのは毎日修行し忍術を身につけておる。現世に蘇る人は愛知県の観光 PR 隊として、この愛知県のより良きところを全国にな世界に発信してまいる。それにはお主らの拡散の力も必要じゃ。よろしゅうお頼み申す。さあ、それでは最後に我らの剣舞じゃ。とくとこらえ。正しき心。忍びたるもの忘れはせん。心に刃、辛くとも共に生きる皆のため、笑顔と勇気を届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに推薦。水分補給しっかりだそうにございます。水分補給しっかりだそうです。